ピレニアンポインター。別名は、スモールフレンチポインター、ブラックフランセピレネー、ブラックフランセドゥプティトタイユなど、ガス購入ポインターと同じ先祖から分かれて進化した兄弟種である。こちらは、ピレネー山脈やその周辺地域で漁をするのに都合が、いよいよ、小柄で、俊足な犬に改良されてできた犬種である。なお、誕生した時期は、ガス購入ポインターと同時期である。 本種も主にポインターとして使われていた。嗅覚で獲物を捜索し、発見するとポインティングを行って主人に獲物のありかを教える。それをもとに、猟銃で鳥屋のウサギを撃ち落とし、落ちてきた獲物を回収して主人の下へ運ぶのも大切な役割である。ピレニアンポインターが獲物の匂いを追跡するときは、他の多くの剣士とは異なり、花を空中に突き上げ、 頭を上げて浮遊臭を追跡する。この追跡方法のことをヘッドアップと言い,い、数犬種にしか見られない変わった匂いの追跡方法である。なお、ポインターとして獲物を発見するほか、稀にのウサギをセントハントするのにも用いられることがある。本種も19世紀後半になると輸入されたイングリッシュポインターの人気に押され、需要が失われ絶滅の危機に陥った。 しかし、フランス国内産の犬種を愛好する団体により、生き残っている純血の犬の捜索が行われ、純血の犬が発見された。これをもとに手厚い保護と繁殖が行われ、本種も兄弟種がスコーニュとともに何とか絶滅の危機を回避することができた。現在、フシーにも公認され、少しずつ頭数を増やしてきているが、まだ、フランス国外ではめったに飼育されていない貴重な 犬種である。今日も多くが良犬として使われているが、ペットや消毒グとしても飼育が行われている。なお、かつてガス購入とピレニアンはタイプ違いの同一種であると考えられていたが、先祖は共通でも多くの点で違いがあるため、別種であることが国際的に認められている。このため、不信の登録番号は異なっており、タイプ、太ユという呼び名は、 基本的に廃止されている。ガスコーニュと比べると、こちらの方が小柄で細身、上唇のたるみが少なく、走るのが早い。その分力はそれより弱めである。引き締まった体つきをしていて、足が長く、すらりとした風貌を持つ。マズルと首もガスコーニュより細めである。耳は垂れ耳、尾は、飾り気のない垂れ尾だが、3分の1ほどの長さに、断をすることもある。 コートはスムースコートで、毛色はブラウンローン落ちとして、それにブラウンやレバーのブッチが入ったものなど、体高47から50センチメートル、体重20から32キログラムの中型犬で、性格は従順で愛情を深く繊細である。主人家族とは深い絆を結ぶが、ややシャイな一面もあり初対面の人や犬に対しては慎重に振る舞う。狩猟本能が旺盛なので、 自宅で飼育されている小鳥や小動物に対しては、見境がなくなることがある。繊細なのでしつけは叱るよりも褒めながら行うことで、行う必要がある。しつけの飲み込み自体はよく、状況判断力も高いため、しつけは比較的入れやすい方の犬種であると言われている。家庭犬としてよく適した気質の持ち主だが、運動量は非常に多く、たくさんの運動を必要とする。 かかりやすい病気は運動のしすぎなどで起こる。関節。ありがとうございます。